はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーということですね、さあやってまいりました。お待たせいたしました。今回は高橋海人くんの、ダンスコラボレーションですね。海人さんと踊られてるダンスのダンス解説をしていきたいと思います。収録ボタンファイということで、素晴らしいダンス、本当に見れば見るほど天才かって言いながら見ているところもありまして、まあとにかく本当にやっぱりこのライブ感というか、生き生きしているそのリアリティ、アドリブ感もそうですし、リアクションっていうところもそうですけれども、ちょっと日本人離れしたフィーリングだよなっていうふうに思うところがあります。海外のダンサーさんとかのを見てて感じる空気感をすごく感じていて、ここまでやっぱりその、なんでしょうね、ちょっとこう恥ずかしいなとか、かっこつくなきゃなみたいなっていうよりか、もうダンスを俺ら楽しんでるっていう、すごい自分たちがこう主体となって踊っているんだっていう、まさにこのダンスを通じて自分たちがメッセージを発していくんだっていう当事者意識みたいなものがすごくやっぱり出ていて、それこそまさにこうダンスにおいて一番大事なポイントであり、まあヒップホップダンスというね、とりわけジャンルにおけるまた一つのこうかっこよさにもなるんじゃないかなというふうに思って見ているところもあります。ということで見ていきたいと思います。まずこのね、集まるところから、ちょっと速度を落としながらの、音を小さめに出しながらというところになりますね。ご了承くださいませ。ぐーっと集まってきて、おやおやおや、見つかったみたいな感じがね、この感じがね、すごくいいんですよね。もうここのこのシーン見ていただきましたっていう感じが、その具体的なダンスは始まっていないんですけれども、このオープニングの入りでもうすでにワクワクがピークに達するというか、もうこの後に行われるそのダンスの展開が絶対に素晴らしいものであることがここでもう証明されてるんですよね。すごいですよね。で、まあ案の定見ていくと最後じゃないですかっていうところはあるかなっていうふうに思います。もうこの入り、このつかみ、演出の部分から勝ってるんですよね。はい、で見ていきましょう。もうね、このカモンがおしゃれにおしゃれ、そしてジューシーなカモンでございまして、このカモンってちょっと引き寄せるっていうところに対して、このカモンは見たことなくて、私そのヒップホップダンスめっちゃ見てるわけじゃないんであれなんですけれども、このカモンがめちゃめちゃかっこいいのよ。もうなんでしょうね、感覚で見てくださいまず感覚で見てください。めちゃめちゃかっこよくないですか。右手をグッっていう風に、カモンって普通ちょっとまあこういう感じとかこういう感じじゃないですか。なんだけど右手でまずこうして、左手を置いてちょっと腰でグッて乗せる、ここも右側と左側のこの肩と腰で引っ張り合ってるんですよね。若干斜めのラインができてて、腰側に重心、左の腰側に重心をかけてるのでかっこいいんですよ。直立していないっていうところで、すでにちょっとやっぱり奥行きが違うっていうのがあって、まぶかにかぶったこの帽子から覗く口元がすごくカモンしてるっていう、ジューシーですよね。これがねかっこいいポイントでございます。一個一個ので、からの伸ばして伸ばしてドンドンドン、この乗り感がめちゃめちゃまたジューシーというところでございました。ジューシーって何って感じですよね。手を出すところの腰のこのツイスト感、足がもう逆方向に向いてるんですよね。かかとが一番外に来るとに対して、右腕が大きく外に張っていくところと、これ今肩かぶってますけども、肩とこの腰っていうところのこの引っ張り合い、なんならこのかかとの位置まで引っ張ってて、でこの右手が出た先で手首がパキッというふうにこう90度で直角になって出てますよね。この手首の折り感で一つ手を出すっていうところに、もう一個奥行きを出しに行くっていう部分かなというふうに思いまして、ちょっとこのあたりでコクというか深みが増すんですよね。手ただ前にグーって出しただけだと直線なんですけど、一個グイっていう奥な雰囲気がここで出てくるじゃないですか。で、こういうのがヒップホップダンスにおける、とりわけその深いところで踊っていく部分で必要になってくる、そのもう一個奥を見せていくポージングというか、体の使い方になるのではないかなというふうに個人的には思っているところでございます。もう一個入りますよね。ここもなんですよ。しっかりここの手首の奥でグッて、もう一つ奥に押し込むような踊り方をしてますよね。ここがポイントだと思います。ただその押し込むっていう作業をとんでもないスピードでやってるんですよ。それがすごいというか、
でからの表情素晴らしくて、上来てからのこの右の手元がちょっと指元 OK になってるところですね。 OK しながらクックっていう風にアクセントを取っていきながら、この引き寄せ感と左の腕のこの美しさですね、この乗り感で、表情のこの勢いというか、でここの足元の動きが見えました見えました。これね 0.75 にしてるんですよ。速度落としてるんですけれども、もう終わっちゃうんですよっていうところに対して、タララって乗ったところにこの表情がついて、足元の躍動感がしっかりお顔でも表現されていて、そのまんまジャンプにつながっていく。でこのジャンプした時のポージングっていうか、上半身のこの反り方が結構えぐくて、見ていただくと多分ここにちょっとカーブができてるじゃないですか。これお腹のとりわけあばらの部分からもう一個奥に体が前に出てる状態なんですね。でこれ胸を前に出すっていうよりか上に反ってる状態になるので、ベクトル的にはこっち側なんですよね。でこっち側に行ってる時にここまで背中背骨が柔らかくついてて、腰から足にかけてっていうこのシルエットが取れてるっていうのは、本当に背筋が多分柔らかいんだと思うんですよ。でその背筋の柔らかさ、肩の柔らかさ、関節の柔らかさ、胸のこの上半身のアイソレーションの柔らかさがあるので、海斗くんのダンスっていうのは常にその奥行きがあるっていうところになるのかなというふうに思います。やっぱりダンスが上手い人たちっていうのは、往々にしてフィジカルがそもそもやっぱり普通の可動域を取らないっていうところがあるので、海斗くんのこのあたりのシルエットを見た時に、あのすごい人のシルエットだなっていうふうに思います。上手い人でありすごい人っていうところですね。で上手い人たちは大体すごい人っていうところにもなってくるので、でからの表情、このあたりの肩の入り方とかもそうなんですけど、ここまでの一連のダンスのお話、すごい止めながら私お話ししているんですが、ちょっとこう見ていくと、一連の流れで見ていくと、タッタカタッタ、チャンチャカチャッチャラタラタラタッタ、ブンチャチャチャッチャラチャカチャカチャッチャ、めちゃめちゃダンスしてるじゃないですか。いや、それはそうなんですけども、これだけかっこいいダンスだなー、しかもすごい勢いがあってフレーバーも乗っかってて、なんかこのダンスを踊ってるっていうか、もうなんかこう舞うみたいな感じですよね。決められた振り付けを、本番始めます、用意スタートっていうんじゃなくて、もう本当に動いて踊っちゃってるんですっていう踊り方なんですよ。ここがすごくって、もちろん決め事がある、ルールがあるんですけれども、そのルールにのっとるんだけれども、自分たちのその色、カラーがもっと前に出てきてるので、自分が主体となってるようにやっぱりこう見えてくるというか、だし自分が主体になってるからこそこういうパフォーマンスになるんですよね。なので勢いで、最初はこう見えてくる部分が大きいと思いますし、まあそういうインパクトの部分っていうものが今回のダンスではすごくこう伝わってくる部分でもあるので、そういう楽しみ方にはなるんですが、ダンスとしてじゃあどうなの、クオリティの部分どうなのっていうところで、どれどれと、もう速度をわざわざ遅くして一個一個のシルエット見てみた時にどうかっていうと、完璧なんです。これがすごいことで、これだけ勢いよく、しかもこう、なんか楽しく、なんかもう、ダンスというよりもエンターテイメントであり、もう一種のアートみたいな感じで浴びるように見ていたものなんだけれども、一つ一つゆっくりね、ページをゆっくりこうやってめくりながら見ていくと、実はすごく精密な形をとっていたよねっていうところが、本当にすごくって、普通両立しないと思うんですよ。でこれが両立する方たちっていうのは世界的に見ても僕そんなにやっぱり多くないと思っていて、でそういう方たちが、プロの中の世界でも本当にトップクラスの層にいる方たちでございます。なのでこのあたりのここのポージングの後に、ここ胸がグンっていう風に出てくるんですよ。でこの時の肩のこの引っ張り合い、上半身のこの反り方に対して、ここまで反ってるのに上半身を胸のアイソレーションでしっかり胸がドッドッっていう風に動いていく、上下に前後に動いていくっていう、この可動域のエグさ、クオリティの高さ、指先の美しさみたいなのが本当にすごくって、でからのめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、このツバで目元が隠れるこの海田さんですよね。でこの海田さんのこのダッシュ感とか、すごくやっぱりリアリティがあって生き生きしていて、活力にこうなんでしょうね、みなぎっているというか、
すごい、だから海田さんの何でしょう、影響力みたいなものもあって、よりこのお二人のケミストリーというものがなんかこうライブ感、バンドっぽいというかセッションっぽいっていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、表情に結構目いきますよね、お二人のね。で、純粋にそのダンスを細かく見るとかではなく、もう楽しんで見ていられるっていうところがもう究極の形態で、すごいことやってるなっていうのも伝わってくる。なんだけれども、今の部分とかもちょっと細かく見ていいですかね、クオリティ高いわーって思うのは、振り付けの部分で言うと、合流してからこの下がっていくところもね、この腰の落とし方とかめちゃめちゃやっぱりジューシーなんですけども、からのつかっちゃっちゃちゃっちゃ、このタラタタタラタっていうところのこの音の取り方、ここはちょっと変則的なんですよね。ちょっと振り付けのワオな部分でございました。このあたりのノリ感もね、この大きさ、この大きいノリ感があってからのこれなんですよ。ここ小さい、小さいじゃないですか。この小ささとその前のこの大きさ、ダイナミックスがコントラストになっているっていうところで、ここがおそらく海田さんの中でのどうっていう一押しポイントだと思います。これですっていうところですね。で、ここちょっと細かいんですけども、手首をこう直角に使っていってから、右側左側っていう風にちょっとこのタットの手元みたいな使い方をしていくっていうところで、全体のそのノリ感に合わせて手首をこういう風に形作ることによって、ちょっと細かい雰囲気も出していくっていうところで、大味の中に実はちょっと効いてるスパイス、エッセンスみたいなのがあるよねっていう手元だったりするんですよね。このあたりが、実は勢いで作ってるとかじゃないよっていうのが見えてくると思います。このノリ感とかね。このグッて手前に出すんですけど、肩は後ろに引いていく時のこのジューシーなノリ感ですよね。素晴らしいです。だったったを入れていく。で、今の手元とかもちょっとグイって押し込む要素があるので、手首見ていくと、ちょっとこうグッて曲がってますよね。海田さんも手首曲がってますよね。一個手を出すだけじゃなくて、もう一個奥にグッ、よいしょって押し込むと、こういうシルエットになっていくよっていうところになりますね。で、最後のこのノリ感。このあたりはボーカルのタラタラララン、タラっていう女性の方の声の滑らかさだったりとか、ツヤ感みたいなのを撮ってるっていうところなので、またちょっと色味が変わってきますよね。はい。で、最後のポージングの部分。ドン、ドン、ドン、ダン、ダン、ドン、ドン、ドン。すごいです。本当にすごいです。振り付けがまず本当にめちゃめちゃレベルが高いっていうところと、すごく勢いがあってエネルギッシュなんですが、しっかり見ていくとしっかり作られてます。かなり正確に音楽に対してこういうアプローチをしていこう、こういうアプローチをしていこうっていう風に、かなりこう頭脳派なダンスになっている。ただそういう頭脳で作られた精巧なダンスもお二人の手にかかると、まあマジックじゃないですけれども、本当にこうアグレッシブで、もう一種のアート作品のように、その時に自分たちが感じている感覚そのものをもってしてダンスとして見せていくっていうところになるので、本当にお二人が会話してるかのようなダンスじゃないですか。お顔からも伝わってくる部分で、で本当にそういう意思の疎通、喋ってるわけではないんですが、ダンスを通じたコミュニケーションをお二人は絶対にここでされているんだろうなっていうふうに思って見ていたところがあります。ここまで行くと本当にやっぱり極上というか、シンプルにめちゃめちゃレベルの高いことやってらっしゃるんですよ。成功に綺麗に踊っていくと、ウェーイっていうこのアドリブ感というかライブ感って、なかなかやっぱり両立しない部分があって、でプラスそこに、じゃあダンスの内容を見ていった時に、一個一個の振り付けのレベルだったりとか、音の聞き方、表現の仕方、誰の声とってる、どんな音とってるっていう部分がめちゃめちゃ音楽から忠実にこうエッセンスとして落とし込まれているっていうところで、いろんな要素が全部一つになってるんですよ。それ普通共存しないんじゃないのっていうものまでもが一緒になってる一つの作品なので、まあ総じて神々の遊びと言わせていただいているという、最終的にはお二人これ遊んでる雰囲気というかなので、いや完璧にやばいんですよね。
はい、という感じでいかがでしたでしょうか。ということで、ぜひぜひ皆様の感想も下の方のコメントなんかいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。たくさんこのね動画を見ていただいた後に改めて、カイトくんのインスタグラムの方も見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、はい。